ツイッター4文字数が入らんかった、うん、入らん入りませんが、まあいいや。もうこんばんはです。もう感覚的にはこんばんはです。かゆい。ね、テロップ入らんのよね。てそれはもう17時過ぎたら、17時過ぎたらこんばんはです。そうで、夜9時過ぎたらおやすみなさいもうこんばんはではなくて、もうそれはおやすみなさい。そうです、皆さんぜひ拡散してください。そう、10月1日でもうツイッターを始めて1年なんですよ。やばいよね、早い。そうだから10月1日で10月1日で10月1日に1万人いっていれば10月1日、10月、そしてツイッター始めて1年、そして1万人で5000人の時、5000人の時いつ以来かのリプ編をしようかとは思うけど、5000人の時にしたよね。5000人、何か裏がありそう。どういうこと？もうすぐで1万人が？そうですよ、ツイッター始めて1万人に、1年で1万人に行っておきたい。そう、年末もした。でも5000人の次は1万人って言ってたので、1000人単位では私はしませんって言ってたので。浅香さん、龍一さん、ありがとうございます。そうです、そうですよ。まあそんな頻繁にやるものではない前回参加できんかった。あら、次は2万人。いや、それは分かりません。気が向いた時です。ただ人数単位のやつではもうって感じ。16、99、16、あと84人。
野さんバラありがとうございます。アイドルさんフォローしまくれば相互フォローくれるんじゃない。そんな自分のフォロワーを増やしたいがためにそんな失礼な適当フォローはしません。今見てくれた初見マークの人が、初見マークじゃないや、あのこっちにはね初訪問が表示されてるので、初訪問の人たちがフォローしてくれたら行く、すぐ行く。でもね結構ねツイッターってなんか結構な頻度でリプをくれる人とか、結構あの引用リツイートとかしてくれる人でも意外とね、フォローしてない人とか結構いるんですよ。そう、意外とね。インスタ、まあインスタはもっとそういうの多いけど、そう。そう、意外といるんですよ。結構見るアカウントの人でもフォローしてなかったんかいみたいな人意外といるので、ね、そうリプとか、そう、あるあるです、あるある。確かにどうやって見よるやん、あれかな、みんなのそのおた仲間の人のあれなんかな、結構こういう回ってきてリプをした分からんけどツイッターあるある。そうなんですよ。でもなんかさ、最近そういうの表示されるようになったよね。なんかおすすめみたいな、おすすめなんか出てくるよね。でもなんか、あ、でもサラは自分がフォローしてる人しかあんま出てこんようになっとるかもしれん、表示方法。あ、これだ、表示方法をフォロー、なんやっけ、なんかさ、このツイッターのさ、このキラキラのここ押して最新のツイートに切り替えみたいなやつやったら、あの自分がフォローしている人とかしか、まあ、ちゃんと出てこないんですけど、そうじゃなかったらなんか結構バラバラと出てくるんですよ。 それしてなかったらなんかあのフォローしてない人とかのもういっぱい回ってくる、おすすめみたいな感じで。そうし、誰かがいいねを押したやつとか、それは自分がフォローしている気になるものを見たいので。いけ、たまに多分その設定をねしてなくて普通にいろんなおすすめが出るようになっとったら、意外とファンの人のやつとかも出てくるんですよ多分。サラはその表示をしてないけんあれやけど、そう、意外としれーっとしれーっとみんながツイートしてるのとか回ってきたりするんじゃない。サラは自分がフォローしてるやつしか出てこないようになってるので出てきません。
自分がね、そうそうだね、自分があのフォローしているあの方の方っていうかを見たいから、そうなんですよ。そんなもんなんですよ。え、そうよ、なんかでもサラは出てこない、あのそういう表示をもうしてないので、ホームに切り替えみたいなやつにしたらいろんなツイートが回ってくる、あの全然フォローしてないアカウントのとか、がいっぱい回ってくる。ファンの人がなんかね出てくるのはなかなかないんじゃない？なかなかないと思う。でもさ、もう今こうやって見てるけど、なんかあの見知らぬワンコが出てきたり、他の48のそれをフォローしてない方のやつとか出てきたり、とかなんかあのカヌレ食べ物とか、なんかその多分世の中で流行ってるやつとか、多分メンバーの誰かがいいねしたとかリプをしたとか、そういうのもいっぱい出てくるんですよ。いいね、たまに見るのもいいかも。料理なかなかみんなは出てこんや、出てこないですけど、ジェラピケカフェの最新の情報、池田がいいねをしとるけんやった誰々がいいねをしましたとか、そういうのがね回ってくるけど、ここを押して最新ツイートに切り替えっていうのをしとったら自分のフォローしているものしか出てこないので、見逃す、自分の推しとか自分がフォローしている人のツイートを見逃すことはないです。そんなみんなのは漁らないですツイッター始めてすぐの時はまあ見よ、気になって見よったかもしれんけど、もう見なくなります。メールの返信してくれた時に、まあ、たまにアイコン変わってるポチみたいなのはあるけど、そんな探らないです。知らぬが仏ってこともありますからね知らぬが仏ってこともありますから、人生は。メールの返信は見てますよ。メールの返信は見てますけど、もうそんなには見ないです。まあ見たとてって感じ見たところで、ショールームからツイッターフォローしようとしてもさ、多分ポッと押せるようになってないけどね、なかなかあれなんですけど、でも配信のここには入れてるんですけど、なんかあのさ、これなんていうんやろ、概要みたいなやつ、ルームの説明か、ルームの説明ってところにリンクは貼ってるんですけど、よくわかるんだよね。バナー、バナーを前出そうとしたじゃないですか、なんかブリンクのやつ、なんかならんかったよね。
なったかな、なってないかな。まあね、なのでそう、あと80そう、ならんのよ。なんか前もやろうとしたけどならんくて、ならないのでもう諦めてます。バナーのやつはなんかちょっと知らない、まあいいや別にって感じ。そう、初訪問がこっちには表示されてるので、初訪問の方ぜひツイッターで、まあ普通にねツイッターは簡単なので吉田沙羅って調べたらすぐ出てくるので、フォローしてください。そういう、こっちには初訪問、みんなには見えてないけど、その本人とさらには〇〇さんが初訪問がね表示されてるので、まあ皆さんも。深顔を持っているならツイッターの、ツイッターをねいろいろアカウントを持っているのであればフォローしておいてください。プライベートのアカウントでも見逃さないようにフォローしておいてください。プライベートでも プライベートのアカウントないんですか、オタアカ、プライベートアカみたいな。そうよ、みんなが拡散してくれることが一番早いですからね。流してくれたら逆にオタアカしかない、うん、裏アカあるんですか裏アカあるんですか、裏アカで推しメンの悪口を言うんですか裏アカあるんですか、裏アカで誤爆の苦い経験があるってやば、もう鍵アカでもフォローしました、ありがとうございますね。初訪問の方ぜひ吉田沙羅でねツイッター検索してフォローしてください。あと80何人かなので、運営に文句を言うためのアカウント文句悪口運営の悪口も何もないか、意見を言うためのアカウントですか、ご意見。ゆーちゃん、いとちゃん、すけさん、モンブランさん、ギフトありがとうございます。そう、初訪問の人にもみんなにさ言っていこうかなこっちには初訪問の人の名前が表示されるけんさ、推しメンを褒めまくりますっていいと思います。スーパーマンさん、ツイッターフォローしてくださいこれを80何回言ったらいい、でもそんなね80何回言ってもみんながみんな絶対してくれるとは限らないので、
初訪問の人にもうみんなにみんなに言っていく。ジュンピーさんツイッターフォローしてください。これもう永遠に80人ぐらいに言っていかんといけない。まあでもツイッターはねいろいろいろんな情報があるのでぜひいろんな情報がありますから、あのね、いろんな情報、私はあの結構あのしてるんですよ、ちゃんとあのいろんな告知とかだから、ぜひ。アリちゃんミコルームさん、ぜひツイッターフォローしてください。って言ったらさ、初訪問が増えたよ。ワツルさん、ミーさん。やっさんさん、ぜひぜひツイッターフォローしてください。そう、もうちょっとでもうちょっとでね1万なので、まあやっぱ1万人以内に1万人以内にのフォロワーさんはやっぱ子さんフォロワーになりますから、知らんけど1万人以内の月にフォローしたんだっていうね、子さんになれます。ハンチャーハン大森さん、ぜひツイッターフォローしてください。フォローお願いされたい人生でした。いや、フォローしてくれてる人はまあ今日一日モテモテだったことでしょう。さぞかし。フォローしました通知。あ、ショールームじゃなくて、まあ、あのショールームをもうフォローはまあいいんですけど、あのショールームをフォローよりは今は、まあ、あのツイッターをフォローしてくれたら。1万人以内1万人以内の時にフォローしてたんだって言えるじゃないですか。そう、今年サラピを知って俺も子さんなのか。まあ、今はまだ新規かもしれないですけど、まあ、これをね押し続ければ続けるだけ子さんになるんですよ。推しメンとはそういうものですよ。それどれだけ押すことができるかによって子さん、押し続ければ押し続けた分だけ子さんになりますからね。あと80人って、じゃあ宣伝してきてください。オタク友達がいるでしょ、みんなには。みんながね、絶対いるよ、みんなのオタ友一人に強制的にフォローしてもらうだけでも80人ぐらいだったらすぐ増えますよ。みんなが一人友達とかオタク友達がもしいないのであれば、お母さんお父さんお兄ちゃんお姉ちゃん弟妹娘、息子、いとこ、はとこ、誰でもいいんですよ。だって LINE 持ってたら一人ぐらい LINE の友達いるでしょ。 LINE の友達ゼロで LINE やってる人なんていないでしょ。仕事場の人でもいいんです。そう、とりあえずフォローして見てみといてって言ったらじゃない。だってさ、だってそうじゃない。 LINE をさ持っててさ、友達 LINE の友達がゼロなのにさ LINE をしてる人って絶対いないじゃないですか。送るんですよ。
そう、あのショールームをフォローじゃなくてツイッターをフォローしてくれたら嬉しいです。そう、アカウント100個ぐらい作ろうかなって、100個作って100個で毎日ちゃんといいね、リツイート、リプってちゃんとその100個で違う人として役目を果たせるならいいですよ。ちゃんと役目を果たせるなら、100個平等に全てをできるなら。親族にフォローされたくない？なんで？いいじゃん、いいじゃん。世の中の一人目でも推しメンを知ってもらえることはいいことじゃないですか。それいいことだよ。仲いい人はみんなフォローしてる？サラのこと？でも意外とね、みんなしてなかったりするんですよ。意外と、意外とね。初訪問のルイさん、ぜひツイッターフォローしてください。ショールームはまあしてもしなくてもどうでもいいんですけど、まあ見たい人に見てもらえればいいので全然いいんですけど、ツイッターはね、まあいろんな情報を載せてますので、ぜひフォローして、いろんな STU の情報を、 STU と吉田沙羅の情報を知ってください。どうも。見てみよう、今日のツイートね、今日のツイートね。あ、でもさすがにリプをしてくれる人はみんなしてくれていると思う、多分。意外とね。まあでもいいねぐらいだったら、ただ回ってきていいねしたよみたいな人も意外といる、意外といます。そうなんよ。カタカナのウーさん、ボタモチさん、吉田沙羅とツイッターで調べてフォローしてください。ツイッターフォローしてよって、ありがとうございます。あなたはもう子さんです。1万人以下の時にフォローしたあなたはもう子さんです。でもまあみんなが1万人以下の時にフォローしていたっていう自慢をできるようにするには、あのフォロワーをね、もっともっとこれから増やしていかないと、みんながそうやって自慢はできないですからね。ストーリーでもツイートした情報、あ、ストーリー、なんかね、でもね、ツイッターのあれを飛ばすじゃないですか、インスタに飛ばすことできるんですけど、なんか飛ばしてもね、なんかね、ポンってストーリーから押してツイッターに飛べるようにはなってないんですよ。ひどいよね。神戸コレクションのやつのせようかな。そう、飛ぶように なってなくて、あのこういうやつ、こういうやつ、こういうやつやってもなんか飛ぶようになってないんですよ。わ、そうダメよね、せっかく飛ばすようにしても意味ないじゃないかってなる。神戸コレクションのね、オフショットとかもツイッターとインスタ
と分けて載せてますので、ぜひ。一番になったらリプ返しますよ。あと10月1日でツイッターを始めて1年なので、そう、記念になります。でもなんかこのアカウント自体は多分9月に作成されとったけん、多分毎年ねお誕生日みたいなやつ、ツイッターを始めて1年ですみたいなやつは多分9月30か31、30とかに多分通知来ると思うけど、実際ツイッターを始めたのは10月1日なので、10月1日からになります。安岩さん、くずはさん、ぜひねツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。面白い動画載せてくれなきゃ。何面白い動画って何を期待してるんだ、面白い動画って。10月に1万人ん10月1日1万人の方が違うんですよ。ツイッターとか、まあ、インスタもそうなんやけど、まあ、分からん。ツイッターは特になんかね、1万人突破しましたとかっていうツイートをすると、なんかある程度の人数の意地悪の人が現れて、あのフォロー外す人がいるんですよなんかツイッターあるあるらしくて、結構そう突破しましたとかっていうと、1万人になってすぐ1万人ぴったりの時にそれを言ったりしたら、ちょっとなんか外してやろうって思うのか、なんか外したりする、ちょっと意地悪な人がそうフォローしたり外したりとかっていうことをする人がいるから、10月1日の時点ではもう完全に1万人もどう誰がどう見ても生きてるみたいな、そう状態にしとかない、しておきたいなと思って、そう。なんか外してくる人がいるんですよあと1万人目狙いだっただけとか、こうポンってなって自分の1万人ってなったけど、1万1とか1万2とかなったらもういいやって多分外したりする人も多分いるみたいで、ちょっと感覚は分かりませんけど、いるみたいでね。なんかやけん5000人になった時、もう5000人になってすぐにさ言わんかったもん。なってすぐに言ったら、あのそのツイートしてみて、こうパッて見て1万あじゃない5000人になりましたってツイートしてさ、それをさおめでとうって言ってそのツイッター見に行ったら4998になったりとか、そういうことがねあるんですよ。そうでもぴったりにスクショは確かにしたいよね。わかる、わかりますよ。
トッシーさん、アさん、リットさん、ぜひツイッターで吉田さんと調べてツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。自分の100倍、自分の100倍、100倍ってすごくない？でも1000人おるってことやろ、すごいよ。1000人ぐらいいるってことでしょ、すごいよね。自分の2000倍、50人50人、あれ100倍か。そんな強く100やろって言わねえやん。じわじわ増えてる。初訪問の人がね、してくれたら。間違った。インス。解説から1年、1年前か、そう、昇格してすぐ始めれるかと思ったら結構すぐ始めれなくて、そう、まあ半ね、ちょっと待ったので、待って始めたので、ツイッター10月1日から一斉開始だったので。でもあの時懐かしいな、え、もう1年前、千穂さんをね、一番最初にツイート、あ、じゃない、フォローしたんですよ。千穂さんをツイート、あ、ツイートじゃない、千穂さんをフォローして、でそこから順番に推しメンをフォローしていったんですよ。小栗ゆいさん、そう、白まみるさん、たしまめるさんで、こう、トロブさんで、こうフォローしてったら、たしまめるさんとかが返してくれて、推しメンからフォロー返ってきたってなった。そうのが1年前になるってことですね。懐かしい。まさたんさん、 A ドットさん、ぜひツイッターもフォローしていってくれたら嬉しいです。そうっていうことがありましたね。解説の瞬間ショールームしとったっけ、嘘しとったっけ、あんま覚えてないあんま覚えてないや。サチドンさん、53歳さん、秀幸ランナーさん、ぜひツイッターフォローしてください。ほらちゃんとあれから、あれからっていうか何分前からか言ってますよ。ツイッターフォローしてくださいって、初訪問とかの下に。
中野さんハートありがとうございます。そう、2期生の2期生ツイッター、2期生ツイッターがあった頃に2期生ツイートがあった頃は2期生みんなで20何人で一つのアカウントを使ってたので、その時はこだわりがあってツイートを点から始めるっていうのをやってましたね懐かしい、懐かしいや。そう、あれね、一部の人から人気だったんですよ。ある時やめようかな、やめた方がいいかなと思ってやめたら、好きだったのにって結構言われたんですよ、あの点から始めるツイート。寝る浜さん、ぜひツイッターもフォローしていってください。アマアカウントどうなんやろ、分からん、それ見てないよ全然。というかアカウントをね、え待って、さ今日メール送ってない？なんか最近ね、送ったつもりで送ってないみたいなこと結構あるよね。今日メール送ってないか、送ってないや、送ってなかった。なんかねバタバタしたら忘れてはないんですけど、送ったつもりになるんですよ最近、すいませんね。まあまあまあ別にね、朝に届くものが絶対普通じゃないので、まあまあまあ別に今日は忘れてはない、送ったつもりになってた。ナスくんさん初訪問、ぜひツイッターもフォローしていってください。せいいちさん初訪問、ぜひツイッターもフォローしていってください。そう、まあでもツイッターツイートとかしとるけん、そんな起きてることは分かっとると思うけど起きているということは分かっていると思いますけど、なんか結構みんなさフォローしていってくださいって言ったらショールームをフォローしてくれる、みんな結構ぜひ公式ツイッターを、ぜひ。みんみんさん、りゅうちさん、さかさん、ギフトありがとうございます。オールしてあの時間から寝たかと思って、なんでなんでオールするん、何時だっけ今日ついて、朝ついてさ、なんでオールするんだよ6時半でオールはやばいやばいどんだけ夜中寝れんかったんって話じゃん。そんな6時半ぐらい起きますよ、早い時は5時起きとかあるんですから。6時半はそうでもないですよ。サラがメールでめちゃめちゃ早起きとかっていう時はだいたい5時台とか6時、いやめちゃめちゃ早いっていうのはだいたい5時台の時とかかな。で明日は早起きっていう時はまあだいたい6時とか7時前とかにはもう起きて家を出ないといけない時は早起きって言います。おはようボットだよねって、そんなことないよ、そんなことはないよ。私のツイッターがですか？いいえ、そんなことはありません。おはようツイートもしてますけど、その前は3周年公演のこと、あとこのポップアップの写真載せたり
造船所のフェス載せたり、神戸コレクションのオフショット載せたり、神戸コレクションありがとうございましたって載せたり、あとはおはようございますでもまたお話会ありがとうございましたとかやけん、そんなおはようボットって言わない。お休みツイートはなんかあんましようと思わないんですよね。さそうみんなんかお休みはあんまみんなね、朝のおはようの方がみんな反応してくれるし、起きてすぐにはツイートしないと思う。うん、さ起きてすぐしますよ。ちゃんとおはようツイートしようとかって思った時はもう写真を載せて、そう写真これを載せるっていうのは写真はもうリプランにのリプじゃ間違った下書きに載せてるので、起きてもう寝ぼけてる状態でもおはようございますポンってツイートできるようにしてます。そう、いや本当のおはようツイートです結構ずんだもちもちさん、ビッグもときさん、ボンタンアメさん、パッパラさん、高野慎さん、山福さん、初訪問ありがとうございます。ぜひツイッターもフォローしてください。吉田さらって調べたら出てきますのでね、はい、それちゃんとね、そういう準備をちゃんとして寝るタイプなので、私はそうですよ。あの公演の締め切りがこの日までってなったら、その公演の締め切りの日にツイートできるようにちゃんとあの今日までですよっていう文章とか引用リツイートとかをちゃんと下書きに保存しておいて、なんかツイートすることあったっけって下書き見たら、あこれ今日までだツイートしようとかって言ってちゃんとしてるので、そういう準備はね意外とちゃんと、意外とそういうとこはね真面目なんですよ真面目というか意外とそういうとこはねきちんとしてるんですよ。からの二度寝って、まあその時そういう時もありますね。おはようございますとか今日も一日頑張ろうねってツイートして、自分はパッってまた寝て数時間後に起きてレッスン行く時とかもある。なんか10時とかにおはようツイートしてもさ、もうみんなあのレッスンとかで10時はまああるけどさ、世の中的なさ朝の一日頑張ろう的なのはまあ大体みんな出勤、まあせめて9時前じゃないですか、朝の6時台から9時までらへんじゃないですか。だからまあ一日頑張ろうねとかってツイートして、まあ自分はもうちょっと寝ますみたいなこともまあなくはないですけど、そう、そう締め切りはメモってます、分かる分は。まあたまになんかもういろいろあって追いつかん時あるけど、自分が出るものに関してはねちゃんと宣伝しないと。まあ、結構みんなの方がね分かってたりする時もありますけど、締め切り系はそうさ、遠征とかする時とかはちゃんと朝起きれるか不安なタイプなので、ちゃんと準備をして寝ます。次の日の準備、猫猫丸さん、ぜひツイッターフォローしてください。お話し会決済しました。そう、決済に関してはちょっとあのメールとかで言えないので、皆さんのことを信じて言ってませんけど、言えないので言ってませんけども、お忘れなきようよろしくお願いします。まあ、ちゃんと推しと話したい気持ちがあれば忘れないと思うのでそこは皆さんを信じております。あ、フォローしてくれています、結構皆さんありがとうございます。なんか NMB のファンの人かな、結構フォローしてくれている、ありがとうございます。やっぱね、みんながね、おたともとかに言ってくれたりするのは結構なんでもそうですけど拡散力となりますので、推しの広まりはオタクの拡散という言葉があるようにあるかは知らんけどあるようにサロンの中ではあります。ないとしたら今作りました。
推し面の飛躍はオタクの拡散なので、ぜひ何でもね拡散してください。リナチさん、チェリーさん、内竹さん、バランガバランガさん、フミカさん、ぜひね吉田さんとツイッターでフォロー、違う、調べてフォローしてくれたら嬉しいです。あと60何人で1万人いくので、1万人以下の時にフォローしてくれた皆さんは子さんです子さんです。なのでぜひフォローしてください。名前呼ばれてびっくりした、ツイッターフォローしてきますって。お、やっぱ初見さん、初訪問の方をね、名前呼んでぜひフォローしてくださいって言ったのが、今もう何人ぐらい言ったかな、結構言ったよね、50人ぐらいは言ったよね。してくれたかしてくれてないかは別として、50人ぐらいこう言っ、あの今まで言ってきたのでありがとうございますあ、50人ぐらい今言ってきたので、ね、北の国からりょうがさん、ひろきくん、ともともさん、鍵マークの方、ぜひツイッターフォローしてくださいそう、ご新規さん毎回あまあま対応です。そうですよ、あの吉田沙羅はねあまあま対応で話題なので有名なので、あまあまっていうのは人によって基準が違うので分かりませんけど、はいはい、初見ですって。本当だ、ブラックストーンさん、サクヤさん、ぜひツイッターをフォローしてください。もうちょっとで1万人なんです。1万って結構さ、キリじゃない、ちょうど切るタイミングじゃない、切るというか、あのキリがいいタイミング。まあ吉田沙羅は、まあ私はね最初はある程度人見知りしますので、人見知りますのである、程度見知った後心を開いたら冷たくなりますまあそれはまあ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 よくわかっているでしょ。まあ冷たいと、あの冷たくはならないです、いい意味で冷たくなります、いい意味で雑になります。あのその雑になるって言っても、その誰にでも雑になるわけではないですからね。そういうノリというか、あのそういうなんか、なんていうだろうな、ちょっとおちゃらけた感じの人にはそういうふざけた対応をしますけど、でもあのそうじゃない、そうじゃない、心優しい、心優しいっていうか、なんていうの、優しさがにじみ出ている人には私もあのいつまでたっても甘々対応ですけど、でもまあ、人によってはすごい雑な扱いをねしてくる人もいるので、してくる人にはサラも、うん、します。雑といってもそんな雑じゃないんですよ。あのはいはいみたいな感じのはいはいとかじゃなくて、はいはいって感じの。でもね、血液型あるあるとかの血液型の特徴とかを見ても B 型ってそうなんだって。
親しくなる、冷たくなる。まあその冷たいをね、なんて言うんでしょう、まあいろいろありますから。結構本気で嫌で、サラが本気で怒って冷たくしてるのに、それをもうってもう怒っちゃってぐらいの気持ちで永遠と来る人もいるかもしれないですけど、していただいてありがとうございますね。なんかツイートしようかな。何ツイートしようかな。なんかツイートしよう。ランウェイ。でも、ね、ランウェイの動画、スタッフさんが撮ってくれていたランウェイの写真を、あ、写真じゃない、動画を載せようと思うんですけど、載せようと思っても。みんながね、あの見に来てくれたみんながこう、ってなっとるその顔がもう映りすぎとって使えんのよね。あのもう映りすぎてて、映りすぎてて、すごいちょっとどうしようって感じなんですよね、使うのが。なんかさ、動画をさ、ぼかせるさアプリあるよね。動画をぼかすってどうやってやるん？動画のぼかし方はわからないんですよね。そう、みんながめっちゃ面白いぐらい、なんかもはや可愛いぐらい、すごいみんなまあでもマスクしてるけん、まあ載せてもいいかなと思わなくもないけど、まあ、もし嫌だって人がいたらちょっとあれかなと思って、そうどうかなって思ってるんですけど。でもまあ遠いけんさ、そんな分からんと思うけど みんなのリアクションも見れる。別にいけるか。でもマスク、確かにマスクしとるしね。まあちっちゃいし、もういけるか。まあでも確かに嫌って人はあれですよね。サラはどっち側やろ。こうサラが歩き始めて左側にいた人たち。まあ、サラがオタク時代に推しのツイッターにちょっと影でも乗れたら嬉しいので、その感覚であればみんながこんなみんな見てくれてありがとうございますね、本当に。これ載せようかな、神戸コレクションのやつ。ジップデビュー、みんなジップデビュー。でもさ、ジップは2回目、1回はあれの時に乗った、なんやっけ、桜の花びらたちやった時、高校卒業の時にやった時。
載せるか、せっかくの動画があるからね。みんな、うん、やっぱここにリボンつけたのは正解でしたね。ゆうさん、はなさん、大金さん、P さん、まさつぐさん、8月1日さん、ケンジ部長さん、ゆうなおしさん、しゅうたろさん、初訪問ありがとうございます。ぜひね、今から神戸コレクションのね動画をね載せるので、ツイッターに載せますので、吉田さんのツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。あと60人ぐらいで、記念すべき1万人なので。間違った、何しようとしたっけ。神戸コレクション、配信ね、配信なかったからこのランウェイの様子が見れるのはね、とってもレアだと思いますよ。抹茶さん、C4649、にゃんこでおじゃるさん、りんりんママさん、パンにハム、パンにハム挟むにだちゃんさん、カニシュンだよさん、さあちゃんさん、ぜひツイッターフォローしてください。ツイッター、ツイッター、公式ツイッター、公式ツイッターぜひフォローしてください。ない、あ、コレクションランウェイ、なんてツイートしよう。可愛いからフォローするねって、ありがとうございます。トークショーの動画もないね。もう見に来とったファンの人が撮ったやつが載せてあるかどうかぐらいで、こっちでは撮ってないです。音楽者のウィー神戸コレクション、神社、神社の神社で、神社の目の前、ん？神社の、でもなんか確かトークショー動画、トークショー動画はダメって言った時はするけどな、写真のみ、動画はダメ、なんかちょっと分からん。神社の本堂、本堂、え、このさ、神社本堂で合っとるよね、合ってない、合っとるよね、このさ、ここのさ、この神社のここからさ出て
歩いたんですけど、なんて言ったらいい、県を歩けてよかった。経済から、私さ、この経済をさ歩くことなんてないわけじゃないですか。境内から登場して、で奥まで行って、あの鳥居というかあの大きいところでターンして、またね、境内の中に。改めて見たら感動ものですね。本堂からと、なんて言ったらいいや、本堂から登場して境内、本堂から登場して境内、ちょっと正解がわからないか。ああ、こんな素敵な神秘的これにしよう。10分についてしようかな。えい、さゆさん、203さん、ゆずこしょうさん、小僧さん、かりんかりんさん、ゆたかさん、きょんきちさん、きょんちきさん、初訪問ぜひ。今ね、今ちょうど神戸コレクションのね、このついこの前神戸コレクションをやったんですけど、その神戸コレクションのあの様子をねツイッターに載せたので、ぜひツイッターフォローしてください。もうすぐで1万人になります。載せました、今ツイートしたよ。さあちゃんも可愛い、ありがとうございます。ライディーさん、可愛いギフト、浅香さん、助さん、中野さん、ギフトありがとうございます。そう、ランウェイだって今年でもう今2回歩いてますからね、うん、まあ動画はちょっとツイートしたらちょっと画質悪くなるけん、いい感じに、そんなみんなの顔は映ってないかな。ね、こんな可愛い音楽をかけてさ、吉田沙羅最初アリちゃんとこう待機してて、アリちゃんが進んでいって、その時にアリサカンパニーってあの真剣な感じでアリサカンパニーって言われた時にちょっと笑いそうになったんですよ。そしたらアリちゃんも自分で笑いそうになったって言っとった。アリサカンパニー
そうってことはサラも言われるんかなと思ったらよちゃんとね言ってもらったので STU48 もちゃんと言ってもらったんでねあんな真剣な感じでさ STU48 ミニヨシアリサアリサカンパニー結構真剣な感じで読まれてたからすごいよね。でもセトラブから始まったアリサカンパニーは神戸コレクションを歩いたんですよ。まあ、私はこの神戸コレクションを機にブランドを立ち上げれたというものも素晴らしいですけど、アイマルさん、森健さん、サニーレタさん、ユーザーは隊長さん、マモッチさん、初訪問ありがとうございます。ぜひツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。そう、神戸コレクションの様子載せました。インスタに載せるか悩んだけど、まあ今なのでね、せっかくなのでツイッターに載せました。あの記念にしてください。ぜひあの自分が映り込んでたらぜひ記念にしておいてください。見に行ったなーって懐かしく思ってください。いつかもう今になればね、もう長寿代、長寿代ももうもはや懐かしいのでね、3月ゆうさん、ひでよさん、たかたさん、てんさん、むてんさん、天川紳士さん、初訪問ありがとうございます。ぜひ公式ツイッターもうすぐで1万人フォロワーになるので、ぜひツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。すごいね。なんかこんなねステージが高くなる、高いと思ってなかったので、そうびっくりした。あの実際当日行ってステージを見てみて、そう、あ、こんなに高いんだと思って、なんかなんていうんやろうな、こうステージって感じよりも普通にあのもともとあるような、あ、その道を歩くんかなと思っとったけん、そう、こういうステージがね作られとって、おーってなりました。そうそうそう、なんかレッドカーペット的な感じでこう普通にもともとあるものを歩くんかなって思っとったけんさ、 そう、それがあの結構高めのステージを用意してもらってたので、結構みたいな感じでしたフィナーレ動画撮ってくれてないんかな、そういえばマネージャーさんに聞いてみよう。フィナーレの方がね結構ルンルンで歩いてたので、あのフィナーレは結構明るい感じだったので、結構あははって感じでやってたので、そう聞いてみよう。ゆうちゃんありがとうございます。ゆきさん、アライメントの取れた犬さん、
みーさん、丸もちさん、オーブレさん、まどかさん、みなしごはっちさん、海賊王に俺もなるさん、初音もありがとうございます。ぜひツイッターをフォローしてください。あとどれくらいかってあと60人ぐらいで、あちょうどか60人でフォロワーが1万人になれますので、ぜひフォローしてください。カエルサンタさんめっちゃ可愛い人、ありがとうございます。でもやっぱ長寿代の時とかは結構もう知らない子、知らない子っていうか、あのまあ僕は知らない子が多かったんでね、やっぱしかも STU とかサラのこととか知らない人ばっかだろうなと思ってたので、ちょっとあとヒールがもう細すぎて、あのあの細いピンヒールで、しかも普段着ない服装とメイクとで、ちょっとおおって、ちょっとさすがにね、さすがの普段緊張しない私でもさすがに緊張したんですけど、長寿代はなんか自分の歩く緊張っていうよりかはみんなの反応的な、その10代の子たちにっていう反応してくれるかなみたいな方のあれがあったんですけど、でも今回はやっぱねすごい見たことあるお顔がいっぱい右にも左にも前にたくさん、特にね、しかもめっちゃ見やすい前の方にすごいみんながいてくれたので、はははって感じでした結構。そして自分の服なので自分のブランドのイメージだから、別に何をしてももうもはやこけたとしても別にブランドのイメージが崩れるとかっていうこともないので、自分のブランドなのでそう、しかも服もね別にクール系とかってわけでもなかったので、そう結構オープンな気持ちでできました。ランランさん、クロさん、ヤッピさん、早川亮さん、初訪問ありがとうございます。ぜひツイッターフォローしてください。そう、あとアリちゃんと順番というか出る順番がね、アリちゃんとだったので、始まる前ももしくじいた時のとかっていう練習をしてましたもしこうグキってなったらそのままあのごまかしてこう手を振るとかっていう、そういうもうそういうのもやってたので、全然なんか軽い気持ちでした。あとダリちゃんがいた後にうわー背中叩いてもらうの忘れたと思って、そうアリちゃんの背中はサラが叩いたんですけど、うわー叩いてもらうの忘れたと思って、でももうアリちゃん行っちゃったので、あのパッて近く見たらスタイリストさんかな、ちょっと全然どなたかわからないおばさま、お姉さまがいらっしゃったので、背中叩いてくださいって言ったらすごい優しく叩かれました。ソフトタッチ叩いてもらった。背中を叩くのって言われて、あはいって言ったら結構優しみに叩いてくれましたあとなんかねスタッフさん、あのどうぞみたいな、あのはいじゃあもうすぐ行きますどうぞみたいな言ってくれる男のスタッフさんがいて、その方にあのカメラの前でこの何やっけ投げキスのこのポーズしようと思うんですけどどうですかとか言ったら、すごい棒読みで可愛いと思いますって言われたすごいなんかあの知らない人知らない方とのんきに話してました。これポーズどうですかとか言って、ちょっと姿勢が悪いので姿勢を良くしたいと思いますとか言ったら、あんまりやりすぎるとあの反っちゃうんでとか言われてちょっと反っちゃいますよとか言われて、あじゃあこれぐらいにしておきますみたいなとか、そう、あとなんか多分毎日放送さん MBS 毎日放送さんかなんかのカメラがずっと回ってたんですけど、
そのカメラになんかふざけてましたとかっていうのもあって、すごいラフな気持ちで行きました。矢島さんありがとうございます。そう、裏ではすごいそういうことをしてました。アリちゃんとポーズの作戦立てて、いやそれは変だよとかこれはもうちょっとこうだよとかっていうのを言ってやってました。つくつくさん、めしうまさん、のぶさん、初訪問ありがとうございます。ぜひ吉田さん公式ツイッターもフォローしてくださいとかっていうのがあった後に、歩いたランウェイの動画をねツイートいたしましたので、ぜひ。もうこんな時間？早っ。ねえ、生田神社のあの日ね、ちょっと新幹線がねいろいろ乱れたりしてたので、みんな予定通りに行けなかった人もいたかもしれませんが、ねえ、ポップアップストアももう8時まで、今日の7時8時までとかなので、もうあとちょっとですけど、おっぱのね、ありがとうございました。でもなんか今まで何ヶ月間もさ、何ヶ月かにわたってやってきたものがもう終わってしまうんだなと思うと悲しいですけど、まだあのね、オンラインの方で、オンラインの方で申し込みとかはネットの方ではできますので、あの特典とかね、おいくら分以上ご購入の方はあの特典があるとかもあるので、まあよろしくお願いします。 T シャツとかもね、予約しておいていただければ届くみたいなので、現品の方はもうすごいありがたいことに売り切れましたので、ご予約でぜひ。また宣伝しますということで、じゃあそろそろランキング読もうかな。48位トッキ19503、24位フォーコさん、13位中野、32位リュウイチさん、11位シマンチさん、11間違った、10位タックン、9位埼玉山添さん、8位ミーさん、7位ディネさん、6位ピルシさん、5位ユーちゃん、4位ツノさん、3位朝香さん、2位赤ヘルサンタさん、1位ライディンさん、ありがとうございました。ということでね、この配信中にもフォローしてもらいましたけど、本当にね、推しの活躍はオタクの拡散今日の配信でできた言葉なので、ぜひツイッターもフォローしてって、オタとも一人にでも言ってしてくれたら嬉しいです。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。切れん、最近ちゃんと切れないからね。